1971年に吹いたゴジラ対ヘドラっていう、はい、ゴジラ VS スモグモンスターっていう英語のタイトルですけど、それを監督しました。ちょっと彼に伝えてください。So he was one of the, he is a director of one of the Godzilla movies. He filmed the one in 1971, and it's called Godzilla vs. Smoke Monster. Smoke Monster. Have you seen it? I haven't seen it. No. Okay. Yes. So I asked the Toho Company 10 years ago to make the new Godzilla movie by IMAX. Yes. Of the 40 minutes long. So I asked the Toho company's president, named Isao Matsuoka, who is the father of the Shuzo Matsuoka, and he agreed to use the character of the Godzilla and the Smoke Monster in the theme of the environmental problem. Right. And I got the license of the movie making there. Okay. それで、めんどくさいからね。いいですよ、はい、素晴らしいですよ。でも本当に素晴らしいです。通じてます。それで、ちょうど IMAX で、9億円の予算で、40分の映画を作る話を進めていたところ、デジタルプロジェクション、映写機がデジタルで 3D で、上映する仕組みがアメリカで開発されて、で7年ぐらい前に、劇場が 3D 劇場が4000眼から6000眼一斉に増えるっていうことになったんですね。それでその9億円の予算で日本で作るんではなくて、この劇場用映画の権利が東宝から取れれば、権利ということは2時間ぐらいの長さのオリジナルを新しく作るという権利が取れれば、ハリウッドが全額出資するという話に発展したわけですね。大き話が大きくなる。ちょっとそこまで説明して。わかりました。So he was going to film a movie, but if you want to do a 3D movie, it has to be two hours in the movie. And because I don't know how much you will get. So if you can make a movie up to two hours long, それで私が持ってた東宝から得ていたその40分の映画を作る権利を一度東宝へ返して、で東宝がレジェンダリーピクチャーズと契約をして、でレジェンダリーピクチャーズと万野はそのエグゼクティブプロデューサーとしてそのギャランティーとそのまあ配分金をもらうけども、今までかかった企画費とか、そういう東宝へ払った権利料とか、そういうものはレジェンダリーピクチャーズが支払うという契約の三角関係の契約書が成立して、私はエグゼクティブプロデューサーの一員として今の作品に参加しているという次第です。ああ、わかりました。面白い。 So I think it's like, you know that website you sent me? It's Went to Legend Pictures. Yes. Okay. それでレジェンダリーピクチャーズは東宝からゴジラとヘドラのキャラクター、スモグマスターのキャラクターを使ってその作るということを実現したわけですけども、その次の続編を作るっていう話が実際に大体固まりつつあって、で、私としてはその、まあ、ヘドラだけでも使って別の映画を作ろうかっていう計画も持ってるわけですけども、そのヘドラのキャラクターはゴジラと共に、封切りの半年間はレジェンダリーピクチャーズの方を持ってるから、まあ、そちらを権利をクリアしないと、まあ、実現なかなか難しいということになってます。I understand you're creating a new character called Mutos, is it? Or 今新しいキャラクターを作っていらっしゃいます。いや、ムトはゴジラの方の新しい初めて出てきたキャラクターで、ムトのことは
シナリオの段階では一切秘密事項で、封切るまでは誰もあんな怪獣が出てくるとは思ってなかったわけですね。でそのぐらいやっぱりシナリオっていうのはトップシークレット、コンフィデンシャルだから、なかなか外へ漏れないようにしなきゃいけない。特にこういうキャラクターを作るっていうようなことをね。もう4年前にレジェンダリーピクチャーズを訪ねた時にはすでにこの一畳敷ぐらいのテーブルの上に100ぐらいのゴジラのキャラクターのがいろいろ並んでて、これは何だって言ったら一般の人がぜひこういうのを使ってくれって言って自分でボランティアで作って送りつけてきた。すごいですね。そのぐらいゴジラってのはみんなが関心を持ってるから、だからそういう意味ではね、今度の着想は悪くないけども、なかなかみんながそういう形で作りたがってるわけだから、そう簡単に東宝やレジェンダリーがはいどうぞっていうわけにはいかないと思うんですね。So, you know, Gazwell is so popular. Before, like, they got fans, made like 100 different figures of Godzilla. Yeah, same thing. And then, so...Oh, it's a good idea. Yeah, very similar. Yes. Actually, I didn't know about that part. Yeah. The other idea we had was to promote a new character. For example, a top secret character. And the Mutos, for example, a secret character, where we don't actually show the body, the face, the looks of the character.これちょっと下げてね、こちらに注文聞いてください。決まりました。オーダーさせてみます。